第8回中城文化祭りが保存、継承、発展をテーマに11月12、13日の2日間吉野浦会館と村民体育館で開催されました。2012年は中城村文化協会が設立20周年を迎えた記念すべき年でもありました。中城文化祭りは自然と風土、歴史と伝統によって培われた郷土の文化およびその資料を広く村民に公開するとともに、意欲的な舞台発表を通して文化の継承と創造発展に寄与し、村民の文化の向上を図ることを目的に開催されます。舞台部門は吉野浦会館で行われました。初日の幕開けは子どもたちによる古典の斉唱です。舞踊や古典の独唱など日頃の練習の成果を披露しました。古典は三線の音の高さと声の高さの音が違うので、そこら辺が一番難しいです。沖縄の文化を自分がやっているからいい体験だなと思います。文化協会の舞台発表は各部会の年間の活動の成果が披露されました。2日目も多彩な演目が披露されました。展示部門は村民体育館で美術工芸、書道や写真などが展示されました。村内在住出身者のプロの作家の作品も特別展示され、訪れた人たちの関心を集めました。
材展示室では中城城跡から出土した遺物や村民の方々から寄贈していただいた民具の展示も行われました。中城村の歴史や風土に根ざした文化の秋が満載の中城文化祭りでした。世界遺産中城城跡を取り巻く歴史的環境と文化的環境の中で行われる中城文化祭りは、心豊かな暮らし、住みたい村、豊む中城へとつながっています。